チェジュオルレ9コースの主要地点をご紹介いたしますまずスポット1パクスギジョンとウォルラボンパクスギジョンはチュムンのチュサンジョルリアエオルの海岸道路から見える海岸絶壁とか素晴らしい景色が見えるところです泉を表すパクスと絶壁を表すキジョンが合わさって氷炭で飲むきれいな泉が出る絶壁という意味ですが こちらが急コースのスタート地点ですオルレコースはパクスギジョンに登るようになっていますしかしパクスギジョンの絶壁を一望できるのはパクスギジョンの上よりはデーピョポグの近くで見た方が綺麗ですポグの下にある海岸から見上げると屏風のように並ぶパクスギジョンの絶景を楽しむことができます垂直に切り切った崖の高さは約100メートルにもなりますが 近くにはパクスギジョンと海を一緒に楽しめるカフェもたくさんあるのでゆっくり座って夕日に照らされたパクスギジョンを楽しむことをおすすめしますオンレコースに沿って松の木が茂っている山道を登ると灯台が立っている静かなテッピョンポグが一目で見渡せますパクスギジョンの上の野原では畑作業をしている様子も見られます急ぐ理由がなければ 風景を楽しむ余裕をぜひ味わってみてください急ースの難易度が上、ョー・ナオケはウォルラボンというオルムがあるからですきつい登り道になっているウォルラボンは北側はカムサンリ、西側はファスンリ南東側はテーピョンリとこのように地図上では三つの地域に渡っている大きなオルムですウォルラボンという名前はオルムの形が月が昇る姿と似ているからという説と サルナシとといいうう植物の実を表すす説がありますだから月やサルナシという意味を含んだウォッラボンタレオルンドレオルンとさまざまな名前で呼ばれていますここは高さ2 0 1メートルで海側は8 0ルの切り立った崖になっていますウォッラボンのコースは1 7 5 0ルで約1時間半かかります次はスポット2 陣地洞窟日本植民地時代に中国侵略のために作った陣地でウォルラボンと孫涌山一帯に構築した防御のための洞窟です。陣地洞窟とは日本軍が連合軍の攻撃に備え日本を死守するためにチェジュ島を全焼基地として活用した時に作られた陣地です。太平洋戦争の終盤に至った1945年。 日本の帝国主義はチェジュを最後の砦として数多くの日本軍の精鋭部隊をチェジュに駐屯させました彼らはさまざまな海岸基地と飛行場作戦遂行を目的とする道路建設など軍事施設を建てチェジュの人々に食料支援も要求しました当時の日本軍はウォルラボンとソンアクサ山一帯に防御陣地を構築しソ孫涌山サゲリ ファスンハン・ウォルラボンに至る海外に連合軍の攻撃に備えるための基地を作り砲台及び防護壁やバンカーなどの設置をしましたソン・アクサ山の海岸絶壁には15個の洞窟があります幅3から4メートル、長さ2 0ルに至るこの洞窟はソンサンユチ山ーボンの周辺の人工洞窟と同様魚雷艇を隠して 連合軍の攻撃に備えたところです。韓半島ではなかなか見ることができない日本植民地時代の軍事遺跡です。洞窟から海外を見ると、ヒョンジェイソンがうっすらと見えるでしょう。海の真ん中に浮かんでいるヒョンジェイソンは、三番山とサゲリの南側約 1.5km に浮かんでいる無人島です。見る場所によって形が違って見えるのも一つの楽しみです。